東海キヨスク株式会社は愛知県名古屋市に本社を置く東海旅客鉄道の完全子会社。主に JR 東海管内の駅にある駅売り店、キヨスクやコンビニエンスストア、ベルマート、ギフトショップ、各種専門店の運営を行っている。かつては2009年12月より販売員の姉妹、キヨコとキヨビというマスコットキャラクターを設定しており、 公式ホームページなど様々な場面で登場していた。店舗においてはこの姉妹の人形が置かれており、各店舗ごとに季節に応じて衣装を凝らした服装に衣替えしていた。また、この姉妹による公式ツイッターアカウントがあったほか、この姉妹が東海地方の駅をめぐり、名産品や名所をはじめとした観光情報を紹介するキヨスク機構を公式ホームページなどで公開していた。 2014年2月20日にはギフトキヨスク名古屋桜通り口の開業に合わせて二人の着ぐるみがお目見えした。しかし2015年3月末以降は特に目立った活動はなく2016年現在は店舗から姉妹の人形が撤去されツイッターアカウントも廃止されている。東京ホーム7バイト売店在来線の典型的なキヨスク名古屋駅。 ベルマートヒロ工事口材来ンホームの自販機2017年4月1日、現在の店舗数は216店舗。静岡支社、ありがとうございます。